セントバーナードはスイス原産の犬種である。あらゆる犬種の中で最大級の体格を誇り、政権は標準で体高が65から90センチメートル、体重は50から91キログラムほどにもなる。過去最大の個体は1970年にアメリカのミシガン州で誕生したベネディクティン・シュバルツバルト号で体高が99センチメートル、 体重は実に 138kg に達したとされる。人間の子供との比較セントバーナードは2世紀頃にローマ帝国軍の軍用犬としてアルプスに移入されたも、ロシア圏がその後独自の発達を遂げたものと考えられている。17世紀中頃からスイスアルプスの山深いグランサンベルナール峠にある修道院にて雪中遭難救助犬として使役されるようになり、 20世紀初頭に至るまで2500名もの遭難者を救助した。このエピソードは画家などの絵により首に体を温めるためのラム種のオタルをぶら下げたスタイルで知られている。中でも有名なのは生涯に40名を救助したバリー号でその活躍ぶりにちなんで一時この犬種をバリーハウンドと呼んだこともあった。これにちなんで東京消防庁の特別救助隊や 消防救助機動部隊では、セントバーナードが描かれたワッペンを車両と隊員の肩につけている。19世紀初め、病気と先天性疾患で、絶滅危機に陥ったが、この時は、ニューファンドランドと交配させることにより、種を存続することができた。1884年、グランサン、ベルナールの修道院にちなみ、サンベルナールと命名された。 日本では英語読みのセントバーナードが定着している。コイヌアルペンマスティフアルパインマスティフとはもともとセントバーナードの原種であり、現在この名はセントバーナードの別名の一つとして使われている。アルペンマスティフとも称する。アルパインマスティフは気質の通り2世紀頃に原産地に置き去りにされたモロサスタイプの犬を元に作出された犬種で17世紀まで 一つの犬種として繁殖が行われていた。主に番犬として使われていて、大きな体つきの割には俊敏であったため、泥棒除けとして重宝されていた。この能力を買われ、18世紀頃にサンベルナール修道院に本種が寄贈され、後にセントバーナードのベースとなり、本種自体は絶滅してしまった。アルパインマスティフは、 セントバーナードよりもやや小型で骨が細く、足が長く短毛で、毛色の制限はなく、垂れ耳にサーベル型の垂れをという用紙をしていた。ありがとうございます。